よし、それじゃあね、次のとこに行こうかなんですけどね、これ遠いなー。いやー、これどうしようかなこれね、拠点に一度帰ってから、グライダーで行ってもいいぐらいだな、もうそうしよう。そうしよう。一旦ちょっと拠点戻ります。もうなんか距離的に変わんないから。そう。だからもうグライダーで行っちゃおう。っていうわけで、そうなんだよな。ロープとかもさ、結構もういっぱい拾ってても今持ちきれなんてもったいないからね。せっかくまた洞窟行ったらさ、拾えそうだし。なので、あ、ちょっと待って。一輪車のアイコン出てきた。ラッキー？じゃあさ、これ、あれ？こんなとこにあったの？え？集落？ちょっと待って、怖いかも。この先だよ。え、どこ？集落じゃないね。え？ああ、こんなとこにある。あれ？これ乗り捨てたやつか？まあいいや。ラッキー。あ、これなんか乗り捨てたやつかもしんない。なんかめっちゃ最初の頃ここに。あー、はい。わかった。これそうだ。これね、あ、だね。このね、今ね、GPS に出てるこの M のマーク。ここバンカーがあって、確かさ、刀だったかな？あ、これって、飛行機のとこじゃない？多分。あー、ほら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 。来た。ですね。おー、びっくりした！ですね。めちゃくちゃびっくりした、今。あ、すいませんでした。今、ちょっと前方不注意で。ごめんなさい。悪気はないんです。ちょっと待って、やめろ、お前。こいつ強いやつじゃねえか。お前、なんでこんなとこにいるんだ、お前。はぁ、びっくりした、もう。はぁ。なんだ、お前もやる気か？はぁ、首一発で吹っ飛んだ。はぁ、まったく。あれ？ちょっと待ってよ、ここ飛行機のとこじゃなかったっけ？まあいいや。とにかくじゃあ、なんか、ラッキーなことに一輪車手に入っちゃったから、これ乗って拠点帰ろっと。うおー、久しぶりに帰ってきた。はー、やったー。いや、一輪車早いわ、ほんとに。最高。やったね、これで2台目ですね。オッケー。兄弟元気にしてるかな？よし、じゃあ、ここにポイポイして。OK ね、2台になった。兄弟いるかな？中にいるか。ただいまー。あれー、兄弟どこ行った？これを見る限り、あ、そこにいるのか。こっちかな。よし、オッケー。まあ、いるのは分かってるから。よし。ちょっとじゃあね、荷物整理します。でさ、このスラフィット鉱石も、なんかたくさんストックしたいから、とりあえずこれ今20個ね、もう持ってるんで全部置いていきましょうか。はあ、なんかこれさ、なんかこういう感じのチョコレートのお菓子あるよね。ちょっと高級なやつ。オッケー。全部置いた。よし。さあ、それじゃあね、兄弟の挨拶もまあ、ままならぬまま、ちょっとね、急ぎなんでね、行きましょうか。よし、じゃあ行きましょう。さあ、というわけでね、残すアーティファクトのかけらがあと一つなんですけど、これね、間違いなくね、今まで行った洞窟の中で、取りこぼしてるということ、もう確定ですよね。まあ、すべて行ったからね。うん。で、前回ね、散々行った、あの長い洞窟、あそこさ、今ね、ちょっと GPS ちらっと映ってんだけど、あの、でかい湖の入り口とね、つながってるから、それすなわちですね、あの、でかいね、湖の洞窟は、まあ、行かなくてもいいかなってちょっと思ったんだよね。ということはですよ、残された、洞窟、まあ、バンカーにあったら話はもう変わってきちゃうんだけど、洞窟で限定するなら、
今ね正面にさあの VIP バンカーありますよね。でその VIP バンカーの手前だね、手前手前にさ、ほらちょっとちっちゃめのね湖のところに洞窟あるでしょ。あそこがね確かねあのロープで下に降りていく洞窟だったと思うんだよね。だからそこか、あとはね同じく今ね GPS の画面内に入ってるんだけど、なんか浜辺のさ漁村みたいなところ、あそかね床板をぶち破って中に入ったんだけど、もうねこの2つしかないんだよね。で左側のその農村っていうかその漁村のところ、あれさ、あれ確かなんかすごい記憶があって、あのですねあのなんか入ってったらさ、あのゴールデン骸骨たちがみんななんかこう何かさ崇めてるみたいな、あーみたいなのを見た覚えがあるんだよね。でそう言われてみたらですね、今この下のねこの洞窟、今この下のあたりにあるんだけどさ、ここってさなんかそういうね記憶がないんだよね。それすなわちこの洞窟なんじゃないかっていう話。ちょっと待ってね、まずいか、この上だな、この上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 のもうちょいこっちだね、ここだな、この辺りだね。あ、ここだ。来た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 。ここだここだここだ。よし。ということでさ、まあとにかく確認するのが一番で、ね、ほらほら、ここここここ。ここなんだよね。これ作ったとこで、これ最初さ、入り口が分かんなかったところ。でね、これが、まあまあ行きましょうか。さあ、来ましたよ。これめっちゃ長いロープ降りて、でね、これがね、そういえばね、なんかね、あのいつものさほら滑り台になっちゃうの分岐で、どこかがさあーしまった、そっち見てないのに滑り台降りちゃったっていう風だったような気がするんだよな、ここな。もうそれにかけるしかない。もしそれで、おお、びっくりした。ちょ、今のさすがびっくりした。もしそれでさなかったら、あ、これじゃない、これさ、その川のところが滑り台になっちゃった、多分そっちたような気がするんだが、ちょっとこっちから行ってみようよ。お、もう何ここ、あれなんだよ、行き止まり、行き止まりか。もうってことはあそこは行かなきゃいけないんだな。いや、あのね、もうこれここでなかったらね、ちょっと本当にねもう分かんないわ、さすがに。もうこれはね、これなかったらこれ行っちゃうよね多分。あ、なんだよ、びっくりさせやがって、普通じゃないか。分岐をまず見逃すなっていう。あれ？ああ、これか。だよね。よし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 。ここだったと思うんだよな。あ、飯ありがたい。で、リブリーザー使えってことか？こっちは何もないね。だね、これ中だね、行きましょうか。よし、来た。確かあー、そっち見れてないけどまあいっかーっていうシーンがねあったと思う。いやいや、あの本当にねガチで丁寧にやるんだったら、ちょ、自分の動画見返せよって話なんだけど、すいません、あのそこは適当ですそこは適当なんですね。ということで、まあまあ行きましょうよ。うん、そう、思い込みは良くないね、ここにはなかったってね、思い込みは良くない。いや、ここにあるんだっていう思い込みも良くないかもしんないけど。さてと、まあ、敵はね、多分そんなにきつくなかったような気がするんだけど、しかしどうでしょうか。ね、そこに行けそうな雰囲気、こっちもそう。こっちから行くか。ん？これ行けそうですね。待って、じゃあこっちは。つながってるか。あ、これ行き止まりか。なんか設計図これあったっぽいような形跡だね。敵が出てこないな。よし、まあまあ行きましょうよ。おっと、ここか、右と左だな。これさ、なんかここあれだね、板が張ってあったっぽくない、これ。なんとなくっていうことは、あ、ここ下降りられるね。
じゃあ先こっち見ようか。あー、ここアーティファクトも取ってる可能性出てきたよ。あの板、いや違う、待って、これ滑り台じゃない？これだ、ここじゃない？これ行っちゃって、あ、しまった、向こう見てないやって言ってたかもしれない。これ多分さ、板だけぶち破って、で、あー、下に行けるね、よし先あっち見に行こうかって言ってヒューって行っちゃった説に1票ということで、こっから先に行ってなかったと信じて、うん、行こう。さあ頼む、ここはプラスの思い込みで行こうよ。ですね、一本道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 。あれ、敵何も出てこないな。もしね、通行止めの板が張ってあったらもう当たり、来てないってことだからね。それすなわち、え、めっちゃ一本道なんだけど、何これ、ちょっと怖いかも。なんだ、なんだ今、なんか上から、うーわ、これなんでこんなにさ、肉片やら骨やら一方してんの。はーんと、待ってください、これね、こっちの上の方アンド下は行き止まってる。え、なんかありそう、なんかありそうじゃないこれ。何もないわ。ちょっと待って待って、なんかここ記憶がないぞ、ここ初めて来たかも。これは繋がって、落としてるね、何かアイテムも何もない。これどんぐらいがシャーンってびっくりさせる系絶対来るよ。あ、あ、これ来てないわ、これ来てないわ、これ来てないよ多分ね。缶詰めっちゃ落ちてる、行き止まった。よしよしよし、オッケーオッケー、ここ潰した。じゃあ、これか、あれ、これこれ来た方か。なんか落としてるんだけどさ、あ、来てないよね。さらに降りる。頼む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 、もうさすがに見つけたいよ。あ、こいつは来た、間違いないわ、これ絶対確定だ、これほら、あー、ある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 、光ってる光ってる光ってる、ちょっと待って待って、どっちから行くの、どっちから、やったー、あー、やった、最後のかけらだ、やっと見つけた、よっしゃー、はい。で、ちょっと待ってよ、これでさ、かけら全部集まったんだが、しかしですよ、これどうなるの。ほら、7分の7になったよ、結合。え、あ、ちょっとやっ、これさ、あれか、このパーツを、うお、来た、行きますよ、じゃあ、はい。あー、これさ、ほらエンディングの時のやつ、なんか見たあれじゃんか。うわ、なんかできた、人工物、え、装備、真っ暗でわかんねえ。外でやればよかった。何リロードって。R。何も反応しない。これ、もしかしてあれかな、ソラフィット鉱石を使用するってこと、燃料に。多分、これ、そういうことやね、これ。リロードって。雰囲気的にはこれ絶対ソラフィット鉱石だよね。ああ、もうしまった、ソラフィット鉱石さ、全部置いてきちゃった。まあいいや、とにかく、ああ、すいません、長らくお待たせしました。ようやくですね、アーティファクト、揃ってね、なんかできたわ、これ。
ああ、できたんだけど、どうやらね、これね、ダメですね、今は。何？ソライト鉱石がないと多分使えないっぽいから、どうしようかな。この洞窟の中にあるかな？あったら話はいいんだけど。まあ、なかったらなかったで、ないかな。来る途中にソライト鉱石はなかった、光ってなかったよね。これ違うからな。ちょっと待って、他にも何かないだろうか。本当にないかな。まあ、いいか、戻るか。こいつは明るいところでやった方がいいや。まあ、拠点に帰ればね、スライド鉱石ありますからね。これどうしようかな。ついでに、これ、今さ、滑り台のとこまで来たんだけど、これ行っちゃおうかな、こっち。うん。ねえ、どうせ出口どっか出るでしょ。で、あわよくばさ、この洞窟内でソラフィット鉱石拾ってけれたらね、いいっすよね。ちょっとついでにこれ見てっちゃおう。何か取り忘れがあるかもしんないし。ね、ここで今ザバーンと出てきて、中か。あ、中っぽいね。こっちですね。怖っ。こんな狭いとこリアルで絶対来たくないよね。怖すぎ。だってさ、これ先にね、この行く先にさ、必ず出口があるっていう保証がない状態で、こんなん絶対無理だよね、リアルだったら。お、顔出せそうですね。来た。はい、顔が出せた。あ、これは、あれ？これどうかな？あ、ここだよね。あ、ある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 。やったやった。ほらほらほら。あるよね、ソラヒット鉱石。ちょっと取ってこう、取ってこう。え、じゃあ今すぐ使えるってことじゃない？ちょっとやろう。よっしゃー、ソラフィット鉱石。現地調達。で、もうこれ行くとこない。ちょっとさすがにさ、これでも暗いからさ、ちょっとある程度進むか。あ、ここあれだ、ツルハシがあったとこか。そうだね。そうだそうだ。ここでさ、ツルハシが落ちてて、っていうところだ。あ、じゃあやっぱりさ、なんとなくうろ覚えだったんだけど、この洞窟に来たらソラフィット鉱石が手に入るっていうのは、もうむしろ、ここしか手に入らないぐらいの勢いでさ、ここ大正解だったわけだ。まあもちろんここ以外には手に入るとこいっぱいあるんだけどね。そう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 。やったぜ。やったやったやった。で、あとはね、もうね、帰るだけだから、あれ？これ大丈夫か？あれ？これこんな風だったっけ？待って。飛び降りる？飛び降りるしかないか。で、あ、ここだね。しかしさ、敵が一体も出てこないっていうのが気持ち悪いな。で、今どこに出たかっていうと、あー、こういうとこに出たのね。VIP がもう目の前でしょ？そうだな。まあ、おとなしく、じゃあ、拠点戻りますか。まあ、別にもう見て回るとこないし。ですね。やったー。あ、これは、ここなんかあったっけな。特にはないか。そうだな。まあ、歩いて帰るか。少しでも上から行って、グライダーでもいいけど、これ、きついかな。行けるかな。まあ、ちょっと行けるとこまで行きましょうかね。あは、姉さん。姉さん、こんにちは。合流だね。あー、オッケーオッケーオッケー。行こうか。いや、これ、上がっていくのはちょっとさすがにきついね。あれ？これ上にさ、あ、姉さん、ぶっ放してる。誰かいた？これ上にさ、セーブポイント作ってあるな。なんだろうな。あの崖の上か。あれ、さ、多分スラフィット鉱石のとこだな、多分。
これね、このルートではね、上に上がっていけなかったはずなんで、いけるかな？身体能力、たかしくん。あ、ソラフィット鉱石だね、ここ。多分、上、ピカピカ言ってるわ。そうだな、やべ、暗くなってきちゃった。こっからワンチャン飛べるかな？飛ぶか。ちょっと高度が足りないような気もするけど、飛ぼう。え、やばい、またか。待って。ちょっと待って。やばい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 。これ空中でさ、空中で受け止めて、これやばくない？はぶね、体力ミリだった。なんだよ、これまたかよ。もう、ブリ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 。危なー。これ筋トレしてなかったら死んでたな、間違いなく。あ、やば、終わったわ、これもうさ、真っ暗になっちゃってさ。やはりこれはもう歩いて帰った方がいいか。まあ、歩いて帰っても大して距離ないしな。そうだな。この暗闇の中、タイマーズで走って帰るか。大丈夫かな。いや、これさ、さすがにちょっと前が何も見えないな。野宿する？これ、絶対。絶対出れーんでしょう。ただね、なぜかクリア後ね、一度も出れーんならないっていう、わかんないね。それ、そういう風なのか、たまたま運が良かったのか、どうか問題。さあ、これ5度目の正直かなんかになるかもしれないけど。ちょっとじゃあ寝てみますよ。いきますね。あれ？これ間違いないって、もうこれさ、これ絶対さ、あれだよ。もう、クリア後はさ、これ寝てもさ、出れならないんだよ、これ。だってならないもん。うん。はい、ということで、こんにちは。ということで、この、確かにね、目の前のこんなの、あれだったら、越えられるわけないな。まあ、歩いて帰るか、じゃあ。